日本代表の新ユニフォーム、Y3 が鳥で発表。発表きたー。すげえタイミングの発表。ちま、パリコレデビューでくさ。ちま、これはスミスロー声だわ。リーク画像より実際着るといい。アウェイユニ欲しい。これマジでかっけーわ。さすが2回です。Y3 マドリーって秀逸なんだな。マドリーの Y3 見てるからめちゃくちゃ期待しとったのに、発表されたのは小学生が使う裁縫セットやら水彩道具を彷彿とさせる炎のデザインでした。正直これはダサい。パリ五輪の時だけとかならいいけどこれはさすがに。センターエンブレムと Y3 の文字ダサすぎ。練習着なら別にいいんだけど、代表ユニの胸元は背番号だろ普通。今のユニが完璧すぎた。